ネナドトモビッチは、ユーゴスラビアクラグイエバツ出身のサッカー選手。エックラルナカ所属。ポジションはディフェンダー。出身地のクラブである FK ラドニチュキ1923に入団し、2003年に、首都のクラブである FK ラドベオグラードへ移籍。翌2004年には、名門レッドスターベオグラードの下部組織に入団するも、トップチームでの出場機会を十分に得られず、再びラドに。 レンタル移籍する。ラドではレギュラーをつかみ、2008年に復帰したレッドスターでも主力となり、この競合クラブと5年契約を結んだ。2009年7月14日、イタリアのジェノア CFC へ350万ユーロの移籍金で移籍。バタリーゴは出場機会がなく、2011年1月3日に US レッチェにレンタルにより移籍。レッチェでは、 レギュラーポジションをつかみ1年半の間で49試合に出場1得点を挙げている。2012年8月31日にアップコフ、フィオレンティーナが共同保有権を250万ユーロで獲得、同クラブ所属選手となった。その2日後である同年9月2日には、対 SSC、ナポリ戦で移籍後デビューを果たした。 このシーズンは守備陣の主力となりリーグ戦26試合に出場する。2013年6月21日にフィオレンティーナが残りの共同保有権を165万ユーロで買い取り、正式にフィオレンティーナが全額保有する選手となった。2016年1月25日にはクラブとの契約を2020年6月末まで延長した。 2017から18シーズンは AC キエボ、ベローナへのローンでプレーレギュラーとしてリーグ戦27試合に出場した。クラブは最終的にセリエー残留に成功し、翌シーズンよりキエボへ3年契約で完全移籍となった。セルビア代表として U-21 代表に招集され、2008年には北京オリンピック代表メンバーに選出。 2008年12月14日にポーランドとの親善試合のためにフル代表に招集される。スリーバックやフォーバックにおいてのセンターバックとサイドバックというすべてのポジションをこなすことができる。その中でも本人はスリーバックの右 CB としての役割を好んでいるという。ありがとうございます。